こんにちは、ちはやです。マリオメーカー2やっていきたいと思います。被り物を一箇所にまとめてみた。95個集まります。とのことで。95個か。あー、なるほど。そういうことか。ドコーンってなるわけだね。これさ、一つ疑問に思うことがあるんだけど、これジャンプして取ったらさ、どれがゲットできるようになるんだろうね。お、これに関しては、2番目に関してはキラーだった。いいね、めちゃめちゃ光ってんだよ、超綺麗じゃん。お、あ、これも一番左もキラーでした。一番下にあるのがキラーで固定されてるわけじゃないのに、なぜかキラーになるんだよな。なんでキラーゲン、キラー、なんだ、こいつは一番強いのか。細胞レベルで一番強いのかもしんねえ、このキラーが。そういうことなのかな。あれ違うわ、変わるやつは変わるわ、ちゃんと変わったわ。え、でもなんか大半がキラーなんだよな。なんでだろう、わかんねえ。途中なぜかクリボーの被り物だけはあったけど、謎だなこれな。すげえ気になるな。ん？ゴール？この土管は？あ、これか、95個集まってんのは。おお、すげえ、どんどん重なってんじゃん、この辺から。もうパラシュートがわけわかんないことになってる、もう。パラシュートで被り物ボックスが見えない。でも、キラーの被り物だけはすげえ主張してくんな。こいつ突起物あるからさ、すげえ長い。どこまで下に行くんだ？うわぁ、めちゃめちゃ光ってんな。すげえ、こんなに光るのか。え、すごいね。なんか壺みたいになってんじゃん。うわぁ、マジか。じゃあみんな行くぞ。準備はいいか。行くぞ。てか、そもそも何になるんだろうな。やっぱりキラーなのかな。行くよ。3、2、1、よっ！あ、キラーだった。なんか、心なしかでかくないか、このキラー。気のせいかな。気のせいだよな。すげえな、めちゃめちゃ光ってたな。95個もかぶせるとあんな感じになるんだ。もう完全に箱になってたもんな。すげえこれ。わかんねえな、どういう仕組みなんだろうこれ。でもなんかすごいラッキーな、いい気持ちになれたわ。高評価チャレンジ、こちらみんなでバトル用コースです。ベストタイム1分34秒なので、1分39秒台を1回で出したらぜひ高評価残していってください。これプレイ済みなんですけど、俺多分みんなでバトルで1回当たったことあるってやつなんだろうね。結構いっぱいあったわ、ほら。これとかやった記憶あるもん。結構やってるもんだな。てか結構当たってんだな。みんなでバトルでさ、遊んだコースは、キプレイ済みっていうのかな？白いフラッグが立っちゃうんだよね。ということでやっていきたいと思います。ただ全く記憶ねえんだよな、このコース。いや、記憶ねえなぁ。よし、頑張ろう。じゃあ、わかりやすく、赤土管で。これ、1分34秒だろ？だから、4分20ぐらいで、行かなきゃいけないんだよね。よし、頑張ろう。切り返し。いやー、まずいね。いや、記憶ないな、やった記憶ない。相当前なんだろうな。うそー！ OK、届いた。こっちかな？ OK。こういうのは丁寧に行った方がいいよね。ここは、加速あり。うわ、厄介だな。OK、確実に行った方が早い。今度右だろ。今度こっち、今度右かな？上か、そっちか。じゃあ一回ここ降りて。やばいぞー。ここ、ダメだ。行けよかったね。おい、おい、きついね。おい。逆向き。ジャンプ入れて。よいしょ、オッケー、届いた。はい、はい、はい。反応ゲ、よーし。いや、これ多分まだあるだろ、続き。うわー、これは、ブンブン倒さなきゃいけないんだ。やばい、時間かかる。やばい、そろそろ制限が、急げ、マリオ、おっちゃん、頑張って。いいスタートダッシュが決まった。今ので72秒。うわー、あ、ダメか。さすがに。間に合わなかったか。ほっ、ほっ、いけ、走れ、遅いよ、おっちゃん、おっちゃん頼むって。いや、全然間に合わなかったの今回。いや、ベストタイムの人早すぎない？そしたら急げ。これさ、いや、あれだ、しゃがみちゃんって言った方が早かったな。まだ続くの？この時点で1分40秒。
嘘だろ、右、左、真ん中、真ん中。マジか、めちゃめちゃ時間かかったな。うわー、これだ。そっか、最後合流型だったんだな。記録、約2分じゃない？うん。だから、アウツかな。そうだね、1分50秒台だよね、これ多分。あー、そうだ。出なかった。10秒も短縮しなきゃいけなかったのか。これベストタイムの人めちゃめちゃうまいな。これなんだろう。え？新着コースから、えってコースですね。隠しブロックがあれば、まあ取れるよね。コイン1枚以上取ってからゴールってことは隠しブロックがないんだ。へへ。隠しブロックがないけど、アイテムはあるよってことを、そうだよね、資産、あったわ、コイン普通に。普通にあったわ。いや、これはある意味騙しコースだな。バーサスコース行きましょう。レースインザースノー。雪の中で走りまくれってことだ。これなんだろうね、左の。鍵とドア。鍵取ったらドア入れよってこと？そういうこと？まあ、とりあえずマリオです。よろしくお願いします。壁キックコースか。なかなかあえぐい作りしてんな。ほいほい。そっか、帰ってこなきゃいけないんだね。あぶね。いい調整入ったな。オッケー、綺麗。はい。はい。あ、綺麗になるようになってんだ、これ。普通に綺麗な作りになってた。はい。はい。はい。ミスった。ここは一回降りてからだったな。で、戻んのか。いいね。あ、これ本番で与えたかったな。あ、ミスった。コースの把握能力も必要だし。あー、これはいいコース。あー、これはいいコース。楽しい。あれ、鍵、やべやべ、こうやって伝っちゃった。すごい遅い。ここか。ねえ、キノコ取って。本番だったら負けだなこれ。え、すごいね、マリオってヒップドロップの時こんな悟空が出すようなさ、オーラみたいなやつ出たんだな。全然気づいてなかった、知らなかった。この辺は全く問題なし。普通に右端だけ。そっか。しゃがみ。しゃがみで対応。本場だったら負けてたなぁ。ダメだったなぁ。今日も今日とてマリオメーカーどこまでマリオチャレンジのお時間です。しゃ。かぶり物か。かぶり物ステージ。コース名がちょっとよくわかんなかったんだけど、英語で。なるほどね。バブルは普通に出てくる。そうだよね。バブルは出てくるから要注意だね。ウーガンももちろん。ウーバーイーツももちろんね。要注意ですね。え？うわ、それむずくね。箱がさ、下に下がってる時に、やっちゃうとダメだから。持てねえ。持てねえのか。ほい、かぶり物。被ってる時ってゴム兵持てないんだな。もう知らなかった。えぐいね、またね。あ、そうなのか。キノコで追いかけされるんだな、こいつ。そしてマグマに一直線。けなげすぎる。ちょっと応援したくなっちゃうよな、ああいうの見ると。おぶね。これは上に上がっていきなさいよだよね。ですよね。オッケー。さあ、オド館に入りますね。これは綺麗に避難さ。鍵をどっかで、うわ、綺麗に入られた。天才的かな。しゃ、復活だ。最悪だ。最悪や。速攻食らった。鍵を持ってるやつがいねえな。しかもやらしい配置になってるし。鍵1個これまだ右にあるな。あぶね。多分あるだろ。伸び伸びパックンか。あ、でも、これは倒せるやつだな。いや、右飛びしたくねえ。あ、あるわ、でも。あそこある。ああ、鍵あった。あ、ここに隠し、俺なら置くぞ。ねえか。オッケー。戻るのはそんなにきつくないか。あ、でもお化けのとこはちょっと厄介。あぶね。オッケー。この先どうなったっけ。あ、テレサがいいのか。ここ確かに要注意だな。さっきと同じミスはしねえぞ、俺は。
これ二択なんだよな。とりあえず右行ってみようか。フニック、最初から外れ引いた。左が正解だと信じて。おお、いや待って、これなかなか厄介だね。やべ、くれったら終わり。積んだんじゃないのこれ。は、終わったよね。戦うシーンはがなくない。終わったー。しゃ、いやこれまずいな。そっか、ファイヤー消せんのか。一回クッパの、待って近いちょっと待ってきついなこれ。クッパの HP リセットされちゃうけど、ドアに入るっていう選択肢はありですよね。危ねえ、食らいたくねえ。オッケーオッケー、裏に入ってくれれば全く問題ねえ。7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 18かな。やっぱ18回だ。オッケー、やっとた、やっとクリアできたこのコース。やり直しがエグかった。レベル45 DKCR All 8 Bosses。 やだボス戦だ、時間かかりそうだな。まあ今日はこれやって終わりかな。頑張りましょう。あ、そういうこと、ボス戦で。ほい、てっきりクッパ七人称出してくるんかと思ったけど、そうじゃねえんだ。次はなんだ。ほいほい、ラストまさかのチョロップに鍵。はい、33は何かな。意外と普通の敵が出てきてますからね。え、何、なるほど、これは中にスターがあって、 OK、 このスターを利用してゴリゴリいきたい。全部クリアする気持ちで。あー、ダメだ、上から抜けて。うわー、ブンブン倒し聞いたかったな。思ったより上だった。いや、反応できればワンチャンスあったな、ショートカット。はい、4面クリア、5面いきます。中間、くそ、スター、悔やまれる。スター行きたかったな、スターで行きたかった。よーし、6戦目は、あ、これ倒さなきゃ。ダンダンダン、はい、6面デカブンブンか。まだデカ状態キープできてるんで、このまま行きたいところ。危ねえ、はい、あ、これ踏みずれえな。ここで踏んで大丈夫だ、全然踏みづらいことはなかった。はいよ、さあ7面あと2つだよね。うわー、危ねえ、今食らったと思った。はい、一旦壊そうか。で、常にキノコがゲットできる状態を保って、うわわわわわってなってもキノコは取れるんで大丈夫と。あ、あ、そうだよね、焦った。キノコ無限生産で、もうジュニアにこっち来てもらってサクッと倒す。これ大丈夫かな、ちょっと不安なんだけど、ちょっと不安なんですけど、俺危ね、大丈夫だった。これあれなんだね、ちゃんとボム兵、ちゃんとボム兵じゃなくてキノコを取れる仕組みになったんだ。 OK、 これでいけるようになりますね。よし、ドーン。あれ、下手、まずい、いろいろまずい、危ねえ、危ねえ、ギリギリ。でもキノコ取れなかったな。いや、中間ありがてえ、優しいかよ。最後クッパ戦かな。よっしゃ、無限ファイヤーのあるクッパ戦ほど楽ちんなものはです。一旦ちょっと右に寄せまして、背後取りまして、叩く、食らっても大丈夫、叩く、背後取る、オッケー、勝ちました、お疲れ様でした。DK、 また明日の動画でお会いしましょう。またね。